皆さん、こんばんは。こんにちは。おはようございます。ルートレス山崎です。今回の動画は、久々にスズメタワーの様子と、バードバスの映像をお届けしたいと思います。よろしければ最後までお付き合いくださいませ。今日から6月、あっという間に半年が終わってしまいそうです。去年の今頃のことを思い出してみると、スズメタワーには小スズメちゃんを連れたママスズメが来ていました。今年はまだ可愛い小スズメちゃんの姿が確認できていません。去年は例年よりも早かったといえば早かったのですが、今年は例年通りなのかもしれませんね。スズメは年に2回から3回卵を産んで子育てします。1年に3回子育てできるのは、釧路より南に位置する地域で、冬の時期が長く春と夏が短い釧路では1年に2回ほどの子育てになると思います。本州よりも春の訪れが1月から1月半遅く、短い秋が終わって冬の寒さがやってくるのも1月から1月半早いのです。ですから本州に比べ子育てできる期間が2ヶ月から3ヶ月短いため、1年に2回が限界なのでしょう。たまたま去年は雪解けも早く春が早くやってきて、夏の暑さが秋以降も続いたので3回ほど子育てできたスズメもたくさんいたと思います。私の感覚では桜も去年と変わらずゴールデンウィークの期間中に咲いたので、今年も5月の終わり頃には親に連れられた小スズメちゃんの姿が見れるものだと勝手に思い込んでいましたが、今年はまだ小スズメちゃんの姿が確認できていません。このチャンネルをご覧いただいている皆様はもうすでに可愛い小スズメちゃんに会えていることだと思います。現在のスズメタワーに来るスズメたちの数は徐々に減りつつあります。厳しい冬の時期はスズメたちが冬を越すための食料が乏しく、越冬給餌を頼って集まってきていましたが、春になり大地を覆う雪がなくなって地面が徐々に緑色に変わり始めると、給餌に頼らずに自分たちで餌を得ることができるようになり、それに伴って給餌の量を少しずつ減らしていきました。給餌の量が減れば生きていくため餌を求め、少しずつ行動範囲を広げなくてはいけません。冬の間一極集中していたスズメの集団が春になって新天地を目指して大きく広がって、そこで新しい仲間や子孫が増えていく。これは私の勝手な無双論かもしれませんが、私はスズメたちの未来の可能性を信じたいと思います。スズメだけに限ったことではありませんが、他の鳥もそれぞれ広がって一生懸命に生きていると信じています。野鳥たちが自分たちで餌を探せるようになった今も、なぜ給餌を続けているのかについてお話しさせてください。野鳥への餌付けはやめた方がいいですよ、という意見をたまにいただくことがあります。一部の動画だけをご覧いただいて、私のやっていることが、ただ単に餌付けをしているように見えても仕方ありません。いつもご覧いただいている視聴者様には、また同じ話かと呆れられてしまうかもしれませんが、改めて私の給餌に対する考えをお話しさせてください。冬の期間中はこのチャンネルのタイトルにもある越冬給餌、つまり食料が乏しくなる厳しい冬を乗り切るための餌やりです。越冬給餌はただ単なる餌やりではなく、冬を乗り切るための手助けだと思ってください。私一人の力では年々減少傾向にある野鳥の数にストップをかけることはできませんが、このチャンネルをご覧いただいている視聴者様の中には志を同じくし越冬給餌をやられている方も大勢います。実際に越冬給餌をやられている方もやられていない方も、このチャンネルをご覧いただいてご理解いただいている方はみんな仲間だと勝手に思っています。ではなぜ春になっても給餌を続けるのか、自分たちで餌が取れるのなら給餌をやめてもいいのではないか。私も以前はそう思っていました。春以降庭に出している餌はほんのわずかです。野鳥たちが生きていくには全然足りない量です。なんでやってもやらなくてもいいようなわずかな量の餌を庭に出しているかというと、この場所に餌がある、または餌があったということを覚えていてほしいのです。冬が来て本当に餌がなくなってしまった時に、あそこに行けば少しは餌があるということを覚えていてほしいのです。そしてその情報を仲間に伝えてほしいのです。
ご覧のようにとっくに皿の中には餌がなくなってしまっていても、スズメさんは餌がないかチェックしに来ます。たとえそれが朝あげた少量の餌であっても、必ずその後もやってきます。こんなことを繰り返しているうちに、季節は短い夏になり、8月には秋の気配を感じ、10月にはいてつく風が吹き始めます。我が家の庭で越冬給餌を受ける野鳥の数は、12月の中旬以降に降る寝雪になるような雪が降る前に餌場に集まった野鳥の数が、そのシーズンに一緒に冬を越す鳥の数と言ってもいいと思います。本格的な越冬給餌がスタートし、翌年の春までに野鳥たちの数が減ることはあっても、多少の増加はあるにせよ、大幅に増えたことは今まで経験したことがございません。いかに寝雪が降るまでにここに来れば餌があると覚えてもらうかが、越冬給餌の初めのポイントだと思います。もし3年前の私が今の話を聞いたとしたら、言ってることが違うと怒るかもしれませんが、毎年いろんな経験をして、あの人はこう言っていたけど何かが違うと気づき、自分なりに調べたり考えたりすることで物の見方も違ってくるのです。鳥たちは同じ種類はもちろん、違った種類の鳥同士でも情報の伝達能力があります。誰かがこの先もこの餌場のことを忘れずにいてくれればという思いで、今は餌やりを続けているのです。私の好きなアイヌ民族の言葉に、天から役割なしに降ろされたものは一つもないという言葉があります。地上に生きる鳥も獣も人間も、全てのものは天から与えられた役目があって、地上に降ろされたのだから、それぞれの役割を認め敬うという考え方です。夕方にはデバードテーブルの掃除をしている私のまぶたを刺したかにも、刺された私にも、それぞれの役目があって、天から今を生きる地上に降ろされたのです。貝、餌が入っていないからの皿を覗きに来ている鳥たちにも、きっと大事な役割があるのだと私は信じて、今回の動画を締めたいと思います。最後までお付き合いくださりありがとうございました。この動画が気に入っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後にもう一度、天から役割なしに降ろされたものは一つもない。ではまた次の動画でお会いしましょう。スイウヌカラアンロ、したっけね。